新しい方と出会って、関節がね、こう緩んでいるような気がする、体がちょっと逆に柔らかすぎるような気がするという形で、私の動画をね、見つけていただいて、靭帯の緩みがあるのではないかと言ってね、来られた方のと、お話ししている中にですね、昔から、いつぐらいからそれ起きているのかなってこう調べると、随分前から、もしかしたら子供さんの頃からね、そういったことが起き始めたのではないかという話の中でですね、そういえばもう昔から、よく捻挫をね、繰り返しやっていたと、捻挫イコールですね、足首の関節が、の靭帯がですね、くきってこう伸びてしまう状態ですね、が、捻挫というふうに考えればですね、その支えているネジがもともと緩んでいたらですね、それでちょっとした段差にね、こうつまずいてぐにゃっとなりやすい、で、筋肉を痛めてしまうというふうな形が、昔からたびたびね、起きていたということで、その靭帯が緩んでいるという状態をですね、なかなか自分ではこううまく、もちろん感じないんだけども、そういったことですね、昔から怪我をしやすいっていうことでですね、もしかしたら自分の体の中にそういったことが起きているのではないかというふうにね、思っていただけるといいかな。で、それを、なんでだろうっていうふうにね、考えて、いる人の、ヒントになればいいかなというふうに、今回、思い、この捻挫を繰り返す原因に、関節の靭帯が緩んでしまっている。これは、出産であったり、麻酔であったり、事故であったり、もっと言うと、自分が生まれた時にね、クッて引っ張られた瞬間に何かね、そういったことが起きている、ということもね、あと女性ホルモンの、ね、関係もどうも、関係しているのではないかなというところがね、あるんですけども、そんな概念、なかなか、そんな概念にはないので、私がですね、不詳田舎の整体師がですね、やっぱり伝えていかなければいけないというふうに改めて思いました。動画、YouTube 動画もですね、こんな評価もね、たくさんいただいて、ちょっとこう、落ち込んでいるところもあるのですが、でもね、それでも、私はですね、元気に明るくね、この靭帯の関節の靭帯の緩みをですね、皆様にどんどん、皆様に伝えていかなければいけないと思い、改めてですね、動画をたくさん作っていこうと改めて思いました。ありがとう整体でした。ご視聴どうもありがとうございます。